ファーウェイのピークライトの画面交換をやっていこうかなと思います。まずはバックパネルを外していくんですけど、これ珍しく、だいたい普通のやつってここに接着剤がついてるんですけど、このタイプじゃなくって PQ ライトはここは爪で止まってるんですよね。ただ、確か中央あたりはね、ノリで止まっ、ここら辺はノリで止まってたのかな。とにかく横位置にしましょうかね。増えた。また電源入っちゃった。はい、じゃあここまで来たら、この間ご紹介したマグネタイザーでドライバーを自家させて、どっから外していきましょうかね。あとここに隠れてるんで、で、外せるはずなんですよ。爪がこことここにあるんで、ここにも、そうですね、爪がこことここにあるんで、まあ、こっち側から開ける感じですか。でこれを外して、こっち側開けちゃいましょうか。外しきれてなかった。ここにありましたね。これを外して、中央なんですよね、メインボードですね、主板でですね、今回、メインボード外す必要ないんですよ実は。ただしですね、
りあえずここら辺のケーブル全部外しますね。このバッテリーさえ外してしまえば、パネルから来てるケーブルどれかな、ここら辺だと思うんですけど交換できるんです。ただこのバッテリーを外すのがですね、今のスマホって大体その引っ張って剥がせる両面テープを使ってるんですけど、ファーウェイはそうじゃないんですよ。ファーウェイというか、まあ、PQ ライトはそうじゃないんで、こう曲がってしまうんですよね、このまま外そうとすると。なので、やりやすいようにこっちのメインボードを外してしまいます。まあ、見てもらえると分かるんですけどね。で、ここら辺はまあ外さなくてもいいんですけど、これも外さなくていいのかな。一応外しておきましょう。で、これが結構、これも外さなくていいのかな。一応外しておきましょうか。まだ引っかかる。あ、危ない。ですね、皆さん注意してください。中華系の端末は、SIM トレイ、これがですね、この SIM トレイがですね引っかかるんで、無理して開けようとすると曲がっちゃいますんで、気をつけてください。今非常に良かったですね。一番最初に SIM トレイを抜いちゃうのがいいですね。大体なんかそういう手順の人が多いと思いますけど、僕ちょっと今最後にしました。これで外れますね。これはメインボードですね。これがまあグリスで、ここで冷却してるんですね。キリンさんですね。はい。スピーカーが。そうすると、こうするとですね、このバッテリーにアクセスしやすくなるんですよ。で、このバッテリーがですね、糊がすごい原始的についてるんで、外すんですが、私のやり方ですと、クレジットカードに、これいいのかどうかわかんないですけどね、スマホにその今パーツクリーナー、これパーツクリーナーなんですけど、パーツクリーナーあんまりぶっかけない方がいいというか、もしかすると危険なのかもしれませんけど、これを使った方がですね、本当は遠くでやるんですよ。かけて、こんなやり方やってる人見たことないんですけどね。滑り込ませる。そうすると、シール剥がしの方がいいと思います。パーツクリーナーよりも。ただ、シール剥がし、両方買うよりもパーツクリーナー1個買って済ましちゃった方が経済的にお得だなっていう理由でパーツクリーナーでいきますけどね。で、追加。どっちが危険かってことなんですよね。そのバッテリーを曲げて外した方が危険なのか、それともパーツクリーナー使って何か反応させてしまう方が危険なのか、
まあ、このやり方はおすすめしませんし、そもそも自分でその分解修理することを私はおすすめしません。こんな感じで曲げることなくね、パーツクリーナー使えば外すことができます。大体みんなこう曲げちゃうんですよ。でこれでアクセスできますね。フロントの画面の方に。それでこの PQ ライトなんですけど、そもそもですね、ここまで来て言うのもなんですけど、画面交換おすすめしませんというのも、この画面超強力な両面テープでくっついてます。僕こんなのありってね、もうちょっと二度とやりたくないなって思ったんですけど、それくらい強力なね、接着剤でついてますよ。今回結構ラッキーだなあ。全然ラッキー。あ、こんな簡単に外れるな。こっからは、本気モードでちょっとやるんで、なんとなくわかりますかね、この硬さ。このシールを引っ張ればベリベリって剥がれるってわけじゃないんですよ。これを地道に地道に攻略していくしかないっていう。疲れました。一応きっちり剥がしましたね。でここは再利用します。耳のところ、耳当てのところですね、これは再利用します。でケーブル1本しかないのか。必ず不良品があるんで、必ずというかもう2分の1くらいの確率ですよ。一応ねつけてみて、戻していきます。でここ止めてから、ここなんかね余るんだよな。
微妙に余るんですよ。だからもうこれしょうがないんで、仮止めした状態で、来た。よくあるのは光ムラですよね。光ムラ、要はスポット的に、明るかったりする。結構気づかなかったりするんですけどね。比較的明るい画面で見つけやすいんですが、多分なさそうかな。で、あとはこのバックパネルからのこの横からの光漏れですね。それはあんまり気にならなかったな。あとは線が入ってるとかね。ムラないですね。いい感じですね。で、あれ映ってたかな今。あとはこのタッチスクリーンですね。ちょっと点々があれですけど、いいやつだったらこう繋がるんですよ、点が。まあでもこれくらいだったら問題ないですね。で、ここで問題なのが、いきなりビーっていくんですよね。こうスワイプしただけなのが、いきなりなんか行った後にビーって飛んだりする。なさそうですね。お化けタップって言うんですか。お化けタップというかお化けスワイプみたいなのもないですね。大丈夫そう。バックパネルじゃなくて、LCD のパネルが問題ないこと確認したら、両面テープ貼ってきます。詳細に、詳細のリンクからブログに行けるんで、そこに紹介記事があるんで、まあ適当に見てください。でですね、まあ、上下は止まるんですけど、サイドが手薄になるんですよね。まあ、この両面テープね、そこまで強くない。でもこれでも多分普通に使う分には十分なんですけど、まあ、PQライトはいいかもしれませんけど、その、ものによってはですね、この両面テープだとちょっと、接着が十分じゃなくて浮いてきたりするものがあるんですよ。具体的に言うとゼンフォン2レーザーとかがそうだったんですけど、そういう時のためにですね、こちら、外人はゴリラグルー、海外だと有名なんですけど、ゴリラグルーをね使って強力に接着したりするらしいんですけど、私の場合はですね、これを使います。この新越化学の RVT ゴムっていう、まあリンクからもいけるんですけどね、これがですね、硬化すると湿度で硬化するとですね、弾力を持った状態で、なんていうんですかね、弾力を持った状態で、固まるんですよ。なのでスマホに向いてるんじゃないかなっていう
気がして、ピンボケしてるな多分。こんな感じつけると最後にちょっとでいいですね、ちょっとだけよと。おすすめしません。何が起こるか分かんないんで、あんまり僕詳しくないんで。そしたらこいつをここに、ビタッとはめる。フィルム剥がしてるの忘れてましたよ。フィルムがあるもんだと思って接着剤つけてましたね。今更ですけどフィルムを戻して、はい、でこれであとは元通りに戻していくだけですね。中途半端になっちゃいましたけどここまで来ました。でもここはもうパチパチ止めておくだけですね。こうやってパチパチ止めてって、ここがね浮いたりするんですけど大丈夫かな。うん、大丈夫ですね。はい、このタイプはいいかもしれないですね。この爪タイプは、うん、結構そのユーザーフレンドリーかもしれません。これで電源ボタン押してつかなかったりするんですよね。あ、よかった。というわけで、ファーウェイ、PQ ライトのスクリーン交換でしたが、このですね、パネルを剥がすのが非常に厄介で、必ず、シール剥がし系がないとまずやる気が起きないと思いますので、やる方は、準備されるといいと思います。まあ、今回使った、材料工具等は、YouTube の詳細欄にリンクを貼っておきますので、そちらから見てください。それではさよなら。